FC 東京テイジンフロンティアエコパスプロジェクトインアジスタ、2017シーズンからスタートしたこの活動は皆様のご協力により約18トンのペットボトルをリサイクルすることができました。正しく分別されたゴミやペットボトルは新たな資源として生まれ変わり皆様のもとに帰ってきます。ファンサポーターの皆様も僕たちと一緒にゴミの分別に取り組みましょう。